イングランド人、イングランド人、イングランド人、英語、イングリッシュピープルコ英語、イングリスックは、イングランドを起源とし、英語を主な母語とする民族のこと。または、イングランド区域内で首相した、連合王国、イギリスの国籍を有する住民。この場合は、イングランド以外にルーツを有する者を含むのこと。イングランド人としての民族アイデンティティの起源は古く、最初期においては、 エインジャロシン、アングル人と呼ばれていた。イングランド人の最も大きな集団は、イギリスの構成国、イギリスのカントリーの一つであるイングランドに居住している。この集団のうち、近世以前からこの地に定着していた人々の末裔は、ブリトン人、ローマブリトン人、アングロサクソン人、バイキング、ノルマン人など、イングランドにあたる地域に定住していた。 近縁の民族集団との根欠であると言われている。2013年に発表された現代ヨーロッパの遺伝学的な研究によれば、現代ヨーロッパ人の遺伝子構造は、約7500年前に移動してきた最初の農耕民や、これより古い時代の狩猟採集民ではなく、新石器時代中期の紀元前4500年頃に定着したとされている。より近年のイングランドへの移住者には、 グレートブリテン島、アイルランド島を、はじめ様々な地域の民族がおり、これらの大部分は、ウェールズ・スコットランド・アイルランド共和国、イギリ連邦諸国である。これらの移住者には、イギリス人、イングランド人としてのアイデンティティを持つ者も,もいれば、二重、もしくは外国系のアイデンティティを持つ者も,もいる。イングランド人についての著作は複雑になることがある。イングランドはその歴史上、 様々な時代ごとに侵略者や移住者による捕らえがあり、世界中に文化的影響や住民を送り出した地であることがの理由だ。よって、イングランド人という用語は、ゲルマン人の大移動を共通の起源と考える。イングランドの民族グループ、通常はアングロサクソン人と呼ばれるを指すこともある。歴史家のキャサリン・ヒルズは、自身の言う、イングランド人の建国神話についてこう書いている。 イングランド人を見る視点は、多種多様なものが考えられるが、最高義の考えの中には、自身を、イングランド人と考える人は、他者からもイングランド人だと思われる、という見方もある。現在、公的なイングランド国籍はない、スコットランド人、アイルランド人、ウェールズ人も含めて、連合王国市民であるが、それでもなお、イングランド人という用語は、イングランドの民を、アチオンとして、 論じるのに適切である、オックスフォード英語辞書でのネーションの定義は、言語、文化、歴史、共通の居住地などで連合する集団であり、連合の要素は、祖先の絆だけとは限らない、とされている。イングランド国民の概念は、イギリス国民の概念よりも古く、また1990年代には、イングランド人としての自覚の復活が見られている。これは、ウェールズ・スコットランドなど、 イギリス内の他の国民意識の現れ、これはイギリス国内での新しい権限以上の政策協定に関して最も明確に現れたや、大英帝国が歴史の隅に消えていったのに伴って、イギリス人としての共通の国民意識が薄れたこととリンクしている。イングランド国民としてのアイデンティティの表現には、共通の祖先という心情が含まれることがあるが、 政治に携わるイングランドの民族主義者の中で、イングランド人らしさを一種の遠赤関係として考える者は滅多にいない。例えば、の声明には、我々は、イングランド人らしさを単に民族的なもの、あるいは文化的なものとは考えず、この二つが複雑に混じり合ったものだと考える。我々は、イングランド人らしさが、心のあり方であると固く信じているとある。また、は、 民族性、人種、宗教、文化にかかわらず、この古くからの土地を、自らの故郷、自らの未来と考えるはすべて、イングランド人であると言っている。ガーディアンューで、アンドレア・レビはイングランドは、紛れもなく独立した国であり、自らを、いわゆる、生まれも育ちも、イングランドのイングランド人。私の覚えている限りでは、生まれ育ちという言葉はアングロサクソンから直系で、 つながる白人の祖先と共に生まれ育ったという言葉ではないと断言し、イングランドが排他的な集団になったことはなく、むしろ根性国民であったと主張した。レビはまた、イングランド人らしさというものは、決して民族性と結びつけられることがないように、しなければならない。イングランド人の大部分は白人だが、そうでないものもいる。イングランド・スコットランド・ウェールズ・アイルランドは、元的。 包括的なネーションであるべきだ。しかしながら、ほとんどのイングランドの非白人は、イングランド人よりもむしろ、イギリス人としてのアイデンティティを持っていることを考えれば、ここでの、イングリッシュという言葉の使い方には議論の余地がある。イギリス国立統計局が、イングランド人であると答え、非白人の大部分は、イギリス人と答えた。例を挙げれば、78%のバングラデシュ人。 民族的出自がバングラデシュの人々が自らがイギリス人だと答えイングランド人、スコットランド人、ウェールズ人であると答えたのは5%に過ぎなかった。また自らをイングランド人とした非白人は民族を根血であるとした割合が37%と最多かった。イングランドはブリテン諸島の近隣国との緊密な交流があり、 また様々な時代ごとに移民が加わってきた背景があるため、イングランド人の起源を明確に特定するのは難しい。旧来の視点では、イングランド人は第一にローマ帝国の支配の終焉に伴って、グレートブリテン島に渡ってきたアングロサクソン人その他のゲルマン人の子孫であり、後にノルマン人やバイキングなどの移民を同化してきたものとされている。 だがこの歴史的見解を単純化しすぎたもの、あるいは誤りだとさえ指摘する歴史家や遺伝学者もいる。しかしながら、アングロサクソン系イングランド人という考え方は、伝統的に見てイングランド人のアイデンティティを定義し、スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人といったケト系の近隣国に対してイングランド人を特徴づけるのに重要な役割を果たしている。さらに、 イングランドのアングロサクソン起源は長きにわたって存在するイングランドの祖先とずっと近年になってわたってきた祖先との区別を図る人々にとって重要である。例えばサラ・ケインの舞台劇ブラステッドでも民族ナショナリズムの姿勢が見られ移民の子供と自らを対比して俺は輸入品じゃないんだというセリフが見られる。彼ら移民には子供がいる。 子供はイングランド人と呼ばれるがイングランド人じゃない。イングランドで生まれたからイングランド人になるってわけじゃない。イングランド人としてのアイデンティティに大衆的な関心が寄せられていることは近年イングランド人自身による科学的、社会的調査が行われていることからもわかるが、こういった調査の報告は複雑な結果をひどく単純化している。2002年、 英国放送協会は、イングランド人とウェールズ人は別の人種という見出しで、イングランド・ウェールズ両者の市場町から被験者を選んで、一体遺伝的な調査のレポートを行った。また一方で2006年9月、サンデー・タイムズ氏は、イギリス中の住人の名前の調査を行い、その結果リプリー氏を、最もイングランドらしい町だと発表した。 リプリー氏の住民のうち88.58%がイングランドの民族的背景を持っているというのがその理由である。デイリーメール氏は我らは皆ゲルマン人。1600年間在住という見出しの記事を掲載した。これらの事例のいずれをとっても研究の結論はジャーナリストが人種という用語を使っただけの誇張や誤解釈に基づいたものであった。さらに、 シュテフェン・オッペンハイマーやブライアン・サイクスをはじめとする最近の研究所は近年の遺伝的研究をもってもイングランド人とケルト系近隣国をはっきり区別する線引きできず段階的なクライン、地域的連続変異が西、主にイベリア起源から東、主にイベリアバルカン起源に流れていると主張している。これらの研究所によれば イギリス人の祖先の大部分は、旧石器時代からのグレートブリテンと低住者で、東岸、西岸の間の差はそれほど大きくはないが、戦死時代古くからのもので、主に旧石器時代から中石器時代、1万5千年前から7千年前に起因するものだと考えられている。イギリスの人々のうちどれだけが自らを、イングランド人と考えているのかは定かではない。 2001年のイギリス国勢調査では調査対象者は自分の民族を明示するよう求められていたがチェックマークの項目はアイルランド人、スコットランド人のみでイングランド人、ウェールズ人の項目は一般項目のイギリス白人に組み込まれていたため存在しなかったこの調査に対する苦情に応え2011年の国勢調査では調査対象者に イングランド・スコットランド、北、アイルランド・アイルランド、その他の民族アイデンティティの回答が切るようにする予定になっている。イングランドがイギリスの中で支配的なポジションを占めており、イングリッシュとブリティッシュという用語がしばしば混同して用いられることも事態をなお複雑にしている。これに関連してイングランドの祖先を持つ人々を対象とする研究の結果、 これらの人々の多くは外国に住んでいる時さえ自らを民族集団と考えていないということが明らかになった。パトリシア・グリーンヒルがイングランド出自のカナダ在住者を調査したところ彼らは自分たちのことを民族とは考えず普通の人や主流と考えていることが分かった。グリーンヒルはイギリス文化がカナダで支配的であることをこの傾向の理由としている。 作家のポール・ジョンソンは、他の支配的なグループが、ほとんどそうするように、イングランド人は、閉塞感を抱いているときに、民族的な自己定義に興味があることを示してみせた、だけだ、と指摘している。オックスフォード英語辞典によれば、イングリッシュのこの意味には、旧石器時代の狩猟生活者、ケルト系ブリトン人、ローマ帝国の入植者など、イングランド最初期の居住者は含まれない。 これは、ローマによるブリテン支配期以前、現在イングランドと呼ばれている地域ははっきりとした国を形成していなかったためである。ブリテンの原住民はブリトン、ブリソンと呼ばれ、ブリソン諸語を話し、多くの部族に分かれていた。イングリッシュの用語が指すのは、5世紀のアングロサクソン人の来訪以降の文化遺産である。アングロサクソン人は、ローマブリトン人、 すでに居住していた土地に移住している。このため、イングリッシュの子が指し示す。文化遺産には、イングランドに残るローマブリトン人、さらには、後から移住したスカンジナビア人やノルマン人の遺産も含まれている。イングリッシュという言葉ははじめアングル人を指していた。アングル人は、イングランド及び、イングランド人の名前の由来になった。5世紀頃、アングル人は、 ユトランド半島付け根のドイツ北部、アンゲルン半島、ドク、エインジェロンから、サクソン人は、現在のドイツ帝地作戦、A、サクソニア州から、ジュート人は、デンマークのユトランド半島から、ローマ人がブリテンから撤退した後のイングランドへ、ト来した。8世紀のアングル人の王、マーシア王国のオファは、イングランドの覇王、ブレトワルダとなり、 東の大陸のフランク王国のシャルル・マーニュと対等に国交を行い、西のウェールズとの境にオファのボールを築いた。旧世紀、サクソン人の国であるウェセックス王国がイングランドを統一し、アングル人、サクソン人、ジュート人は、ゲルマン人の禁煙部族集団で、頭同化し、アングロサクソン人となった。しかしながら、アングロサクソン人が渡来したのは、ローマブリトン人が、 すでに住む土地であった。ローマブリトン人は土着のブリソン諸語話者の末裔で、1世紀から5世紀、ローマ支配下のブリテン地域に居住していた民族である。さらに、ローマ帝国の多民族性を考えれば、他の少数民族もアングロサクソン人のトライ以前から存在していたと考えれる。例えば、北、アフリカ人も少数ながら存在していたと考えられる。考古学上の発見もあるのだ。 アングロサクソン人のトライ及びローマブリトン人との関係が実際どのようなものであったかは議論の余地がある。慣習的には様々なアングロサクソンの部族が大規模な侵略を行い、グレートブリテン島南東部、現在でいうコーンウォールを除くイングランドの土着ブリトン人を追い出したとされていた。この説の裏付けはギレダスの著書である。これは5世紀のイングランドに関する唯一の 歴史的資料であり、侵略者によってもたらされた、ブリトン人の虐殺、急防について述べている。これに加え、英語には、ブリソン諸語からの借用語が、ほんの一握りしかないことも根拠となっている。とはいえ都市や川の名前の中には、ブリソン諸語以前の起源を持つものもあり、特にブリテン諸島西側になるにつれて、多くなっている。しかし、最近になってこの説を再検討する。 考古学者や歴史家もいる。大規模なブリトン人の駆逐に対して見つかる証拠が少なすぎるという場合である。考古学者のフランシス・プライーは新石器時代以降、それとわかる大規模な移住の証拠は全く見当たらないと言っている。歴史家のマルコム・トッドはこう述べている。800年頃からデエン人によるバイキングの襲撃がブリテン諸島沿岸部を襲い、やがて イングランドにデーン人の定住者が相次ぐようになった。バイキングは最初、イングランド人と別の民族だとはあまり思われておらず、区別が正式に明文化されたのは、アルフレッド大王がデーンロゴの確定のために、アルフレッド・グスラン協定に調印た時である。これによりイングランドは、イングランド人とデーン人、それぞれの支配領域に分けられ、デーン人は北イングランドと、 東、イングランドを支配した。しかしながら、アルフレッド大王の公認の王たちは、戦で、次々とデーエン人ンを破り、デイエンローの大部分を黎明期のイングランド王国へ、編入していった。デーエン人ンの侵略は11世紀まで続き、イングランド統一までは、イングランド人の王とデーエンジンの王が両立していた。例を挙げれば、エゼルレット2世は、イングランド人の王で、クヌートは、 デーエンジンの王である。次第に、イングランドのデーエンジンは、イングランド人として見られるようになった。デーエンジンは英語に、顕著な影響を残しており、ドリーム、テイク、ゼー、ゼムなどは、コノルド語起源であり、また語尾に、スウェイト、バイトつく地名は、スカンジナビア起源である。ブルナンバーの戦い以降、ウェセックスのアゼルスタンにより、 イングランドの国民としてのまとまりが形成された。ウェセックスが南西部の小さめの王国からイングランド王国の創設へと進む中で、すべてのアングロサクソン人の王国とデーンローが併合されていった。1066年のノルマンコンクエストによってアングロサクソン人及びレーン人による支配は終わりを迎え、ノルマン人の中枢はほぼ完全にアングロサクソンの貴族政治家及び 教会の指者にとって変わった。ノルマイコンクエストの後は、イングランド人の後は、アングロサクソン人、スカンディナビア人、ケルト人など、各人のルーツに関わらず、イングランドのすべての土着民を表すようになった。これは、ノルマン人の侵略者と区別するためであり、ノルマンコンクエストから一点二世代の間、彼らはたとえ、イングランドで生まれていてもルマン人と呼ばれた。ノルマン朝は、 スティーブンの死までの87年間イングランドを支配し、その後はプランタージネット朝のヘンリー二世に受け継がれ、イングランドは1399年まで安住帝国の一部であった。様々な当時の資料が示すところによれば、征服後50年のうちにザイヤのノルマン人は言語を英語に切り替えたという。アングロノルマン語は1075年にノルマン人の騎士の子供として生まれたが、 フランス語は第二言語として習ったまでだと書いている。アングロイコールノルマン語は、エドワード一世紀の即位まで、プランタジュネット朝の王の間で使われ続けた。この時代、イングランド人の言葉がより徴用されて、法廷でも用いられるようになり、ノルマン人が徐々にイングランド人に同化されていき、14世紀には支配者も被支配民も自らをイングランド人認識して、 英語を話すまでになった。ノルマン人の同化にもかかわらず、公的な文書における英語とフランス語の区別は日常の用法から退場した後も長く続いた。特にイングランド人の証明という法律用語が典型的である、んドレッと、イングランドなどで以前用いられていた行政区画、内で見つかった身元不明の他殺体をノルマン人ではなくイングランド人と証明しなければ、 ハンドレットに罰金がかかるというただし、この規定は1340年に撤廃された。16世紀からイングランドはブリテン諸島全域をカバーするより広い国家、すなわち現在でいうイギリス、連合王国の一部となった。ウェールズは1535年から1542年のウェールズ併合法となり、ブリテンの王と呼ばれたいと表明したことをきっかけに、新しい イギリス人としてのアイデンティティが確立されていった。1707年、スコットランド議会、イングランド議会双方での連合法の結をもって、イングランドとスコットランドとの連合が組まれ、グレートブリテン王国が創設された。1801年、新たな連合法によって、グレートブリテン王国とアイルランドの連合が組まれ、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が創設された。 1922年、アイルランドの総人口の3分の2ほど、アイルランド32軍のうち26軍の居住者が、連合王国を脱して、アイルランド自由国を設置し、残った領土が、現在のグレートブリテン及び北部、アイルランド連合王国、イギリスを形成した。イギリス、連合王国史を通して、イングランド人は、人口、政治的発言力に関して支配的であった。 このため、イングランド人らしさと、イギリス人らしさの概念は、しばしば重なった。同時に、1707年の連合の後は、イングランド人は、ブリテン諸島の他の民族と同様に、それぞれの構成国民ではなく、イギリス国民として、自己認識することが推奨された。ノルマイコンクエスト以後、イングランドの征服が成功したことはなく、 それ以前から大規模な移住もされていないが、それでもイングランドは17世紀以降様々な時代において大小の移民の行き先となっている。これらの人々の中には独立した民族アイデンティティを保持している者も、イングランド人に同化したり、民族間結婚をしたりした者もいる。オリバー・クロムウェルのユダヤ人再植民、1656年以来、19世紀にはロシア帝国から、 20世紀にはドイツからユダヤ人移民も押し寄せてきたフランスを売るい14世が、フォンテーヌブローの直令によってプロテスタントを非合法化すると、プロテスタントのユグノーが推定5万人イングランドへ逃亡したアイルランド島からの一定の時には大規模な移民のため、最近の水産ではイギリス人のうちおよそ600万人についてアイルランド生まれの祖父母がいるという結果が出た。 奴隷貿易によって、イングランドには少なくとも16世紀頃から黒人がいた。また19世紀半ばより、イギリス領インド帝国があったため、インド人もいた。この移民の一つの結果として、ブリックストン暴動やブラッドフォード暴動など、民族間の緊張や遺恨による事件が起こり、また少なからぬ人種間結婚もあった。2001年の国勢調査では、 イングランドの総人口のうち31%が自らを根欠であると答えている。また、2007年、サンデータイムズは根欠の人々が2020年までにイギリスで最も大きな小民族になると報じた。1990年後半には、イングランドの国民アイデンティティ、北アイルランド議会へ政治権力の一部分権である。イングランドは自身の議会を持たず、法律は イギリス議会のみで作られていたため、ウェストロジアン問題が持ち上がった。これは、イングランドにのみ影響する法律に対して、スコットランドの議員も賛成、反対票を投じることができることになる、という過程上の問題である。この結果、といった団体は、イングランド人に対する民主主義上の欠陥があると主張し、イングランドの文献議会の創設を呼びかけている。 イングランド人の自己関心の高まりによって、イングランドの国旗が用いられることも多くなっている。2005年に設立されたイングランド教会は、イングランド人らしさを政治的、宗教的概念ではなく、文化的、市民的な考え方としてアピールしている。イングランド教会は、主にウェブ中心の多くのキャンペーンを展開しており、2008年10月の 時点でおよそ800人の登録会員を有している。イングリッシュナショナリズムは2005年のイギリス総選挙で14,506票しか得票できなかった。古来よりイングランド人はイングランドを離れ、ブリテン諸島外に定住してきた。だが、この移住者の数を特定することは不可能である。なぜなら、イギリスと国勢調査では回答者に対して、 自らがイギリス人とする回答を求めなかったからだ。しかしながら国勢調査には出生地の記録があり、スコットランドの総人口のうち8.08%、北アイルランドの3.66%、ウェールズの20%がイングランド生まれだと回答している。同様にアイルランドの国勢調査も民族性についての情報は集めていないが、 アイルランド居住者のうち20万人以上がイングランドウェールズで生まれたと記録されている。イングランド人の移民及びイングランド民族起源のコミュニティは世界中に存在し、場所によってはかなりの人数が定住している。イングランドの植民者、移民を祖先に持つ人々が多数存在しているのはアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアそしてニュージーランドである。 これらの国々では、イングランド人は居住者の大多数を占めている。2000年のアメリカ合衆国国勢調査では、2450万9692人は、先祖すべてがイングランド人、もしくはイングランド人が含まれると回答した。さらに、1 3 5133人がイギリス人起源と答え、また、アメリカ人が4900万人で、 今のところ最も多い。カナダの2006年国勢調査での民族起源の質問ではイングランド人が最も多く記録されている。657万15人は先祖すべてがイングランド人もしくはイングランド人が含まれると回答した。また、イングランド人ではなくカナダ人と回答したものの中にイングランド人の祖先を持つ者もいる。オーストラリアでは 2006年の国勢調査で6298,945人の人々がイングランド人だと答えた。これらのうち1425,559人は両親どちらも海外生まれであると答えた。イングランド人を先祖民族的起源とする人々はスコットランド・ウェールズ、その他にもアイルランド島、ニュージーランド・南アフリカ共和国。 チリアルゼンチンに多く住んでいる。1980年代より多くのイングランド人が気候や安い住宅価格に惹かれてスペインやフランスに永住、半永住している。その数は3万人以上とみられ増加傾向にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。